よろしくお願いします。おお、名前は？美月、赤坂美月です。赤坂さんね。ええ、はい。いいよ、合格。うわThank you.
っと大胆になっちゃうぞ。頑張ってね。私が殺したんだわ。多分。悪夢は唐突に何の前触れもなく訪れたのです。彼女は殺人容疑で指名手配されている。この広い世界の中で一人ぼっち。私はそんなことを言うような奴じゃなかったで。殺したのはお前なのか。耳元でささやくの。お前を知ってるやつなんかいない。狂ってんのはあいつの。一体何があったっていうのよ。たとえどんなことがあっても君のことを信じている。私は私の意思で動いているわけではない。とても人のなせる技とは思えない。彼らの叫び声が聞こえませんか。お前を見ているやつなんかいない。そこにはあの時と同じ筆跡でこう書かれていた。お前を気にしてる奴なんかいない。この技術が紙にならないわけがない。誰にも誰にも誰にも。これでやっと私は彼女のところに行けるんだ。おかえり。この世界にたった一人だけ感染している人間がいること。それでもお前はあの子をここまで連れてきた。あの子を見つけ出すことの方が先なの。私を殺しに来たんだ。銃を持ってる。子供が殺されたのです。違う、消えたんだよ。あの子はどこに。もうこの世には存在しない。あの男がやってきたのです。俺を見殺しにしないでくれ。その思いに応えることはできない。何が起こっても知らないからね。本当の救済はその後に。
険な目をしてる人じゃリラックスできません。一緒じゃなきゃやだ。ありがとう、優しいね。エッチなことしようとか考えてる？Come on.